ドーンと本格的してみよう。こんにちは。こんにちは。どうも。今日はね、フォームをチェックするんですが、はい、何が気になってるところとかっていうのあります？自分の走り方で。ですね、フロムマラソンこの前走って、やっぱり後半ちょっと、右足がですね、なんか外に行く感じがするんですよね。外に行くというのがいいのかな？なんか、ブレるというかですね、体が。なんかそんな感じがするんで、なんかそこら辺が気になる。で多分ね、まあ、誰でもそうなんですけど、元やっていたスポーツとか骨格とかですね、あと筋力バランスとかによって、どうしてもこう、偏ってしまう体重が、それによってそういう状況を起きることはあるんですよ。ですから、まあ、今日それをね、フォームチェックをして私がこう、明確にしますの で、はい、でその対策までできればいいなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに中島さんの普段のフォームを見てみましょう。力強くスピード感のある走り方ですね。しかし着地の時に腹筋を意識できていないため、着地の瞬間に体重が足に乗り切っていません。無理なくスピードアップするためには、着地の時に腹筋を意識する練習が必要です。今度は正面からフォームを見てみましょう。体の軸がかなり右側に傾いています。腕振りは右腕に比べて左腕があまり後ろに振れていません。こういった走り方の癖は自分では気づきにくいため、意識して直す必要があります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。中島さんの走りを今ね、しっかり見せていただきました。でね、最初お聞きした時に、右がね、足が後半ちょっと疲れてきて、フルマラソンの時とかね、タイムが落ちてしまうということで、右にポイントがあるということなんですが、真正面から見ても後ろから見ても明らかです。右の方にかなり体重が寄ってしまってるんですね。あとは、着地のポイントが横から見た時に若干ね、体より前についてるんですね。もっと真下でつければ自然に体重が前に運ばれていきますので、もっと楽に走れるんですよ。でまず、その一番肝心なその右に体重が寄ってしまうってことを、変えますので、ちょっとまっすぐ立つ練習しましょうか。正面向いて、そうですね、足もっと平行にしてください。完全に平行にして、そうそう、まっすぐしますよ。いいですか。これでまっすぐですね。今どんな感じですか。今まで違う感じがします。違う感じ、でもね、これがまっすぐなんです、実は。はい、じゃあね、今まっすぐな感覚を少し分かりましたよね。じゃあ、右に体重、左に乗せたり右に乗せたり交互に、足をね、まっすぐついて、まっすぐついて、右で着地した時に太ももの筋肉が強いから、ここで立ってるんですね。で右、左の方がちょっと弱いのでふらつくっていうのなんですよ。でこっちで立った時に太ももで立たないで、ですか、ここの筋肉、右足で立ってみてください。右足で、はい、はい、ここと、しっかりここに力入れて、ここに力入ってない、ここに、あ、入ってないですね。ちょっとじゃあね、これワークアウトしましょう。膝をね、曲げたまま、へその下ちょっと触ってください。でこの状態で、両足をピッと上げてください。ピッと上げて、あ、膝曲げたまま、そうこれが弱いですね。なるほど。じゃあね、こういうふうに右手で左足のここを触って、早く、そうはい、ちょっと一回一休みしましょうか。結構辛いですね弱い、でこれを直せば、まず、右と左の差もありますけど、左が特に弱いですね。で左をちゃんと使えるようになれば、その右に体重が寄ってるのでちょっと改善できますからね。はい、じゃあね、寝てください。もう一度、今度はね、腹筋の下の方をチェックしますので、足を伸ばしてください。足をね、こうやってください。しっかり、1、2、3、4、5、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ありでしょう。ちょっと今腹筋ねやりましたけど、はい、この辺辛いと思いますけど、はい、もう一回、はい、この足踏みするのやってみてください。そう、もうしっかり、はい、ここの力でパンと一回止まってください。こうやってキュッと自分で触ってた、もっと下の方ですね、下の方です、うん、ピタッと、そうそう、できてきた、ピタッと、そうそうそう、左、そう、 OK、 分かりました。大丈夫、分かりました。その感覚で、ね、ちょっと走ってみる、軽く今の感覚で、結構すごい、あ、いいね、綺麗だった。地面にピタッと足がつくようになりました。なんか軽い感じ、軽いでしょ、はい、体は軽い感じがします。はい、であと一つは、はい、腕の振りがね、左の肩甲骨の方があまり動いてないんですよ、はい、で右の肩甲骨はまあまあ動いてるんですけど、腕振りの意識はしてますよね、結構。そうですね、はい、でその左右差がちょっとあるので、それを直しますので、今度はね、はい、腕立て伏せのポーズをその場でいいですか、取ってください。腕立て伏せのポーズ、背中の僧帽筋すごい大事なので、もっと広げてください、はい、もっと広げて、そう、もっと広げて、はい、でぐーっと胸を近づけてください。辛いでしょ。辛いですね。これをやんなきゃいけない、はいはいはい、これやって、で体、はい、ぐる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 、お腹にも力入れて回してください。そう、左も、左が弱い、お腹力入れて、そう、オッケー。はい、立っていく。次はこういうのありますよ。上下に腕をグッ、はい、5、6、7、8、9、10、 OK、 もういいでしょう。もう走れます。はい。それでは修正後のフォームを見てみましょう。着地の時に腹筋を意識できるようになりました。体の真下に着地のポイントが来ているので、きちんと体重を乗せられています。今度は正面から見てみましょう。腹筋に力が入るようになり、重心が安定しました。右側に傾いていた重心もほぼまっすぐになりましたね。左側の肩甲骨が動かせるようになったので、腕振りの左右バランスがかなり改善されました。修正前と修正後のフォームを比較してみましょう。修正前の力んでいたフォームに比べ、修正後は無駄な力が入っていないリラックスしたフォームへと変化しました。着地の時にしっかり腹筋を使えるようになれば、走りが安定し、さらなるスピードアップが望めます。この調子でトレーニングを続けましょう。